おはよう、マナちゃん。明日から実戦訓練の再開だね。定期戦の振り替え休日を挟みましたからね。振り替え休日って言えばさ、幼稚園の頃遠足に行った次の日にお疲れ休みっていうのがあってね。ある時の遠足で私は熱を出して行けなかったんだけど。それは残念でしたね。で、その次の日はお疲れ休みになるんだけど、お母さんがお弁当を作ってくれたんだ。お母さんとランカちゃんと一緒にうちのお庭でお弁当を食べたのが私すごく嬉しくて。懐かしいな。お母さんどうしてるかな。もう会えないのかな。あ、そろそろ教室に戻らなくちゃ。マナちゃんは用事なんだよね。私先に戻ってるね。ええ、気をつけて。はあ、まあ、2日も訓練がないと体がなまっちゃうね。はあ、ランカちゃん、あんまり大きな口を開けると小さな虫とか吸い込んじゃうよ。そういうこと言わないでよ。あくびは我慢するからさ。人前で口を開けるときにはせめて手を口に当てるとかしなさい。はいはい、気をつけます。あれ、なんだろう、騒がしいな。廊下に人だかりができてるね。掲示板になんか貼ってあるよ。なんだろう、定期戦の成績が発表されたらしい。おはよう、ももちゃん。そうなんだ。今時紙に書いて廊下に貼り出すなんて変なの。成績なんてメールで全員にパパッと送ればいいのに。相変わらず考えが浅いな、凛花の妹。何よその呼び方。私がお姉ちゃんの付属物みたいじゃない。すまん、名前が思い出せなかった。いつまでも姉に心配をかけるなよ、凛花の妹。クズ竜、まさか私のポジションを狙ってるんじゃないでしょうね。お姉ちゃんに取り入ってパートナーの座に収まる気なんだ。そしたら立場を利用してお姉ちゃんのおっぱいを揉んだり太ももを触る気だな。こんな風に。ランカちゃん、そんな廊下で。あ、ダメよ。いい加減にしろ。何も殴ることないじゃんか。いったー。こういうのをツッコミと言うんだろ。お姉ちゃんにくっつくな。お姉ちゃんは私のだぞ。甘ったれの妹のポジションなど興味はない。だが凛花と組むのは考えてもいい。え？凛花の意向を無視してまで組むつもりはないさ。当分は妹のおもりで忙しいだろうからな。おもりって、むっかー。それよりお前たち、自分の成績は確認したのか。おっと、そうだった。お姉ちゃん見に行こう。うん。のんきなことだ。神楽坂、神楽坂と、どこにも名前がないな。まさか、脱落とか？あ、見つけた！ランカちゃんの名前あったよ。どこどこ？あ、すごい！私11位だって！おめでとう、ランカちゃん！いい成績でよかったね。
そうだ、私が11位ってことは、お姉ちゃんは？お姉ちゃんは私に勝ったんだもん。普通に考えれば私より上の順位だよね。神楽坂、神楽坂凛花は、それがね、5位だって。自分でも驚いちゃって。200人中5位なんてすごいじゃん。さすがはお姉ちゃんだな。今回はたまたまだよ。でも嬉しいな。クズリュウがお姉ちゃんと同じ点数で同率5位か。他の順位は、1位は小春ちゃんか。やっぱりすごいな。あー！あ、びっくりした。どうしたの？稲川が4位に入ってる。なんで？月影、バイオラ、満腹丸までは納得できるよ。でも稲川が4位なのはおかしくない？どうして一緒にパートナーを組んでた稲川が4位で私が11位なわけ？言われてみればそうだね。どういう評価のつけ方になってるのかな。納得できないよ。ゴーザンズ先生に理由を聞きに行ってくる。あ、ランカちゃん、授業が始まるのに。はあ、行っちゃった。しょうがないな、もう。どうしてもお願いを聞いてもらえないんですか？そう言われてもね。私だけチャンスがないのは平等ではありません。あなたにチャンスが与えられなかったわけではないのよ。小春ちゃんが特別だっただけの話。そんな話はしていません。平等な扱いを求めているだけです。困りましたわね。ゴーザンズ先生、いますか？あら、ランカさん。げ、稲川、どうしてここに？それはこっちのセリフです。今は座学の時間のはずでしょ？それこそこっちのセリフだよ。二人とも、授業をサボったわね。やべ、ごめんなさい先生。でも、どうしても納得できなかったものですから。もう一人納得いかない人がいるようだけど。あ、そうだった。どうしてペアを組んだ稲川が4位で私が11位なんですか？お姉ちゃんとクズリュウは同じ評価で同率5位でした。私たちはどうして差がつけられたのか、それを聞きたくて。単純に勝敗で評価を決定しているわけではないのよ。リブレイターとしての状況判断、エクスターとしての武装性能、ペアそれぞれの役割分担、ドライブ時のウイルスの活性状態に至るまで全てが評価対象なの。ウイルスの活性？そんなのまで計測してたんだ。ランカちゃん、1回戦ではお姉さんと戦うことに迷いがありましたね。はい、それは認めます。お姉さんのことを思うのはいいでしょう。ですがそのせいでマナちゃんへの配慮が欠けてしまった。あの時あなたはマナちゃんのために戦おうと考えていたかしら？いいえ。マナちゃんにはあなたと共に戦う覚悟がありました。そんなの、稲川はビクニで自分が生き残るために戦っただけで私のためじゃ。そうであっても、その目的のために彼女はあなたと共に戦うことを受け入れたのよ。あの時マナちゃんは確かにランカちゃんのために戦っていたのよ。稲川が？
つも優しいお姉さんと一緒にいたランカさんには理解できないかもしれませんね。もう少し大人になりなさい、ランカさん。稲川に言われたくないよ。ランカちゃんとマナちゃんの評価が分かれたのはそういう理由です。納得できたかしら。納得できないけど理解はしたつもりです。今はそれで十分ですよ。いずれお姉さんのために他の誰かとドライブする日が来るわ。私たちバルキリーは二人で一人なのです。バルキリーはパートナーがいてこそ戦えるということを忘れないでね。はい、先生の言葉胸に刻みます。よろしくてよ。ランカさんのお話は終わったようですね。では私の話の続きを。そう言われても困ったわね。どうしましょう。稲川は先生に何の用事があったの？月影さんの評価です。あなたも張り出された成績表を見たでしょ。ぶっちぎりの1位だったね。月影さんがどうやってあれほどの成績を上げたか知ってますか？そういえば月影は誰と組んで？リンカさんとモモさん、バイオラさんと満腹丸さん、私とランカさんが組みましたよね。あれ？ VR クラスの生徒って7人だ。1人余っちゃう。はぁ、今頃気づいたんですか。じゃあ月影は誰と組んだの？一般の V クラスの生徒と組んだそうです。彼女の順位は8位でした。ふーん、一般クラスの子とペアを組んだんだ。で、それの何が問題なわけ？話には続きがあります。定期戦では全ての対戦相手が月影さんとの戦いを棄権したそうです。マジで？月影ってそんなにすごいんだ。私は月影がドライブしてるところを見たことないからな。でもどうせ負けるなら自分の力がどこまで通用するか見ればいいのにね。で、どうなったと思います？どうなったって、全員に棄権されたらそれで終わりでしょ？それでは評価がつけられないでしょう。実際に月影さんはダントツの点数で1位の座に収まってるんですよ。あれ？そっか。ねえ先生、月影の評価はどうやって採点したんですか？それがね、話していいものか悪いものか。ゴーザンゼ先生が話してくださらなくても私は知っているんです。もったいぶってないでさっさと言いなよ、稲川。特別試合を行ったんです。指針との直接対決による採点方式でね。指針との直接対決？何それ、聞いてないよ。極秘に行われましたから。でもマナちゃん、なぜそれを知っているの？副筆頭の立場を利用して調べさせてもらいました。おお、スパイみたい。かっこいい。これは明らかな不公平でしょう。特例扱いです。ついては私にも指針と戦って評価を上げる機会をいただきたいのです。今日はそれをお願いに来ました。確かにマナちゃんが納得できない気持ちはわかるわ。機会は平等であるべき。だったら、ストップ！そこまで。ちょっといいかしら。
理事長先生。ちょうどよかったわ。というか話を聞いていたんでしょ。まあね、理事長先生の地獄耳はどんな悪口も聞き逃さないんだから。止めに来たのかしら。でもそれではこの子たちは納得しませんわよ。やめろだなんて言わないわ。どうせ稲川さんもあなたも聞かないんでしょうし。その通りです。分かってらっしゃいますこと。ウォーザンゼ先生との対戦を認めます。ただちょっとだけ条件をつけさせてほしいの。条件ですか。ゴーザンゼ先生が戦うのは一度きり。代表して戦うペアを選出するとして、参加は VR クラスの生徒に限定します。それでは機械の平等が失われます。話をあまり大きくしたくないの。指針の能力は本当に本当の超極秘事項なのよ。あなたたちの力は本当に必要になった時までできるだけ表には出したくないの。それはそうですわね。それにあなたを相手にして戦える生徒なんて実質的に VR ウイルスの保持者くらいだわ。それはそうかもしれません。そもそも一般クラスに自ら進んで指針と戦いたいなんて生徒はいないでしょうし。いないかしら。いないわね。それも寂しい話ですわね。仕方がありません。ビクニの事情も汲んであげなくては。マナちゃん、今の条件でどうかしら。構いません。私に挑戦するペアはどう決めましょうか。それは生徒たちに任せましょう。私たちが決めても誰かから文句が出るわ。マナさん、 VR クラスからゴーザンゼ先生と戦う代表のペアを選出しなさい。選出の方法は問いませんが、後になっての苦情は一切受け付けません。ありました。私は誰が相手でも構わなくてよ。代表のペアが決まったら知らせなさい。それじゃあ私はデスクワークに戻るから。はあ、どうしてこう厄介事ばかり起こるのかしら。すごいじゃん稲川、理事長とゴーザンズ先生を言いまかすなんて。それにもしかしたらゴーザンズ先生と戦えるかもしれないのか。まずは VR クラスの全員に周知する必要がありますね。その上で代表者の選出方法を決めましょう。オッケー、その辺は稲川に任せるよ。さてこれから忙しくなりそうですね。いただきまーすなのだ。挨拶にいただきますはおかしいでしょう。でもでもご飯がいっぱいあるから来いと言われてやってきたのですが。そう言わなきゃ来ないでしょ。はあ、じゃあご飯はないのだ。うぎゃー、だ、騙されたのだ。このままでは食べるつもりで分泌した胃液で自ら溶けてしまいます。うぐぐ、溶ける溶けるのだ。話し合いが終わったら食事でも何でもさせてあげますから落ち着いてください。本当なのだ。では話し合いとやらを進めていただこうなのだ。もうちょっと待ってくださいね。話は皆さんが揃ってから。稲川、みんなを連れてきたよ。ゴーザンゼと戦えるというのは本当の話なのか。まあ待ってください、月影さんがまだです。
それが小春ちゃんとバイオラちゃんにも声をかけたんだけど、自分抜きで進めてくれて構わないって。チェ、月影もバイオラも余裕こいちゃってさ。ではこの場にいる人で全員ということですね。さっさと決めよう、誰がゴーザンゼと戦う。ワクワクするね、ゴーザンゼ先生と直接やり合えるなんてさ。しかもポイントもどっさりもらえるなんて美味しいのだ。あなたたち甘く考えすぎじゃありませんか。別にそんなつもりじゃないけど。月影さんは一般クラスの生徒をパートナーにして大徳先生と引き分けているんです。け、マジで？先生を相手に引き分けるなんてすごいことだよね。にわかには信じられん。稲川、確かなのか？確かな情報です。恐れをなして権利を放棄するなら今ですよ。誰が放棄するもんか。月影が引き分けたって言うなら私は勝ってやる。そうだね、一度お手合わせ願いたいよね。自分の強さを確かめるいい機会だ。おかわりのチャンスをみすみす逃すくらいなら餓死した方がマシなのだ。誰も引く気はなさそうですね。代表はどう決める？私たちで殺し合うか。殺し合うのはあれだけどさ、まあクズリュウの言う通りだよね。私たちの中で一番強いやつでしょ。そうなるんでしょうね。私はお姉ちゃんと組むよ。私はバイオラさんと組みます。ということはモモさんと満腹丸さんがペアということになりますけど。チャンスが与えられるなら私はそれで構わない。満腹丸ちゃんもそれでいいのだ。ポイントを稼いで今度こそピーちゃんと宴会をするのだ。では私が対戦の予定を組んで皆さんに伝えます。やれやれだ。場所はここでいいはずだけど。遅いぞバイオラ。主役はいつだって最後に登場するものよ。私が付き合ってあげるのよ。感謝しなさい。とはいえ指針への挑戦権というのは私にとっても魅力的だわ。そいつらを蹴散らせばいいのね。そうです、私がリブレーターをやるわ。定期戦ではパートナーに任せて痛い目を見たから。うう、心理作戦だ。気にするな。こっちは私がリブレーターをやる。いいな。では始めましょうか。格の違いというものを見せてあげるわ。マナ、用意は？できています。やるからには本気で行くわよ。そこ、ほら、おねんねしてた。これで終わりよ。そら、ほら、50個も突破。ほら、ほら、そら、100個も突破。もらった、おねんねしてた。ほら、そこ、もらった。ほら、そら、ほら、この感じ、そこくたばりなさい。
そら、ほら、これで終わりよ。もらった、先を急ぐわよ。されに来るなんて物好きね。そこ、おねんねしてな、くたばりなさい。そこ、そら、ほら、邪魔よ。いたぜ、ごじっくんの突破。おら、ほら、味わいな。そこ、おら、しつこいわよ。これで終わりよ。ほら、百攻で突破。しびれな。ほら、先を急ぐわよ。ほら、クソだ、しつこいわよ、味わいな。そこ、そこ、おねんねしてな、もらった、やっ、そこ、クソだ、いたぶってあげる。おねんねしてだ。ほら、そこ、先を急ぐわよ。されに来るなんて物好きね。ほら、そら、ほら、ほら、おねんねしてな。ドライブ。マナ。しつこいわよ。ほら、五十個。おねんねしてな。頭が高い。そら、ほら、そこ、しつこいわよ、味わいな。てな、ほら、倒されに来るなんて物好きね。て、やって、あれ
て。まだ終わりじゃ。やめてよ。て。や。て。て。や。て。て。や。やってやって相手が悪かったわね。これじゃウォーミングアップにもならないわ。あれまだ終わり。飛んで逃がさない。これで終わりよ。飛んでまだ終わり。一番やめてよ。くそくそくそこら。
準備はいい？リーちゃん腹ペコだよ。先が思いやられる。敵を見つけた。戦闘の準備をしろ。あうん、お手柔らかに頼むのだ。集中しろ満腹に。来るぞ。ほら覚悟。まだ終わりじゃん。ほら終わりならだ。満腹なり。その程度。行くわよ。ディズニーバレット。勇気になるなよ。倒れ。うせろ。そら。くらえ。来いわよ。味わいだ。決死の一撃。消えろ。ほら。倒れる。お年目したらじゃない。そこそのたまりのねその程度死にきっくほら死にきっくここまで…手応えがないわね。あら、私の姿、しっかりと焼き付けなさい。ま、悪くはないんじゃない？もう負ける気がしないわ。また一つ女に磨きがかかったわ。また一つ女に磨きがかかったわ。口を叩いていた割に手応えのないことね。はあ、気持ちいい。この体の中を流れていくものは何？そうか、これが本当の私。私の力。やっと目覚めてくれた。やっぱりバイオラさんは強い。私までをも高みに引き上げてくれる。モモさんのようなクズからバイオラさんに乗り換えて本当に正解でしたね。これならゴーザンゼ先生にだって。いたが、お前。それにしてもこうもうまくいくなんて思いもしなかったけれど。私はそんな小細工必要ないって言ったんだけどね。小細工だと何の話だ。あのご飯はまだですか。ああ、そういう約束でしたね。どういうことだ。対戦が終わったらご飯をおごってもらう約束だったのだ。だから早く対戦を終わらせたかったのだ。それで戦いの最中に集中していなかったのか。稲川、貴様、汚い真似を。戦場に立つ前から戦いは始まっているんです。ピーちゃん、何を怒ってるのだ。一緒にご飯食べよう。まんまとしてやられた。
反復丸のバカ、なんで簡単に騙されるのさ。え、ランちゃんも怒ってる。よくわからないのだ。ご飯をおごってもらえるなら、代表になってもならなくても同じって言われたから。同じじゃないでしょ、全然違うよ。いいんだ、満腹丸を責めるの。私が甘かったんだ。満腹丸の性格を考えれば予測して叱るべきだった。でもこんなのあんまりだよ。稲川だってこんな手で勝って嬉しいの？おかしなことを言いますね。嬉しいに決まってるでしょ。勝つためにここにいるんです。マナの言う通りよ。勝ってこその勝負。そして負け犬の遠吠えほど見苦しいものはないわ。私が負け犬だと？神楽坂凛花は少しはやると聞いていたけれど、妹の様子を見たらそうでもなさそうね。満腹丸と同じように何も分かってないバカなら負ける要素はないかしら。おい、口を慎め。私は何を言われても構わない。だが凛花や満腹丸のことをバカにするのは許さない。クスリュ、そこにいる蘭花だって確かにバカかもしれない。いや、バカなのは確かだ。え、ちょっとクズリュ？だが他人を見下して利用しようとしか考えない貴様らよりはマシだ。負け犬ほどキャンキャンよく吠える。私に話を聞かせたかったら勝ってから言うことね。挑戦なら何度でも受けてあげるわ。その言葉忘れるな。では失礼するわ。次は少しは楽しめるカードを組みなさい、マナ。はい、バイオラさん。ではせいぜいお大事にね。大丈夫？クズリュ。満腹丸ちゃんはまたやってしまいましたか？気にするな。お前のせいじゃない。自分以外の誰かのためにこれほど気が高ぶるなんて私らしくない。このままでは終わらせない。終わらせてはいけないんだ。バルキリードライブ。進めるよ。頼む、リンカ。この通りだ。私と組んでくれ。話は聞いたよ。満腹丸ちゃんもショックだったみたい。私もどうにかしてあげたいけど。ちら。ダメダメ、そんなのダメだよ。クズリュウの気持ちはわかるけどさ、お姉ちゃんと組むのは私なんだから。そこを曲げて頼む。あいつらは満腹丸の気持ちを踏みにじるような真似をした。それどころかお前たちまでバカにした。それもこれも私が負けたからだ。勝っていれば
バイオラも稲川も何も言えなかっただろう。私だってムカついてる気持ちはクズリュウと同じだよ。でもそれとこれは話が違うっていうか、私はランカちゃんさえ良ければモモちゃんと組むのは構わないよ。そうだよね、お姉ちゃんはそう言うよね。すまない、お前が渋るのも理解できる。だが申し込まずにはいられなかったんだ。ダメなら断ってくれ。そうだよ、クズリュウの言う通りビシッと断ればいいんだよ。なのに心がチクチクするのはなんでだろう。いずれお姉さんのために他の誰かとドライブする日が来るわ。私たちバルキリーは二人で一人なのです。バルキリーはパートナーがいてこそ戦えるということを忘れないでね。わかってるよ先生、チクチクするのは胸に刻んだ先生の言葉なんだ。誰かのためにドライブすることも誰かのためにドライブしないってことも同じだもんね。ランカちゃん、一回だけだよ。いいのか。ほんと一回だけだからね。ランカちゃんありがとう。礼を言うランカ。ああもうそういうのは勝ってからでいいから。ゴーサンゼ先生、これでいいんだよね。私少しは大人になれたかな。これはどういうことかしら。叩き潰したはずの雑魚がいるようだけど。どういうことですか。今日の対戦はリンカさんとランカさんのペアのはず。説明を求めます。ごめんごめん、ちょっとお腹壊しちゃってさ。クズリュウは私の代役ってことで。リンカさんも了解しているんですか。もちろん、代役がダメってルールはなかったはずだよね。その雑魚は一度ならず私に負けているのよ。そっちのアホの妹の方がまだしも可能性があると思うんだけど。こら、誰がアホだ。そっちの中で話がついてるなら構わないけどね。雑魚 AB が雑魚 AC になっただけの話だし。マナちゃん、勝ち負けより大事なことってあると思うんだ。そうですね。マナちゃんが満腹丸ちゃんにしたことはやっぱりやっちゃいけないことだよ。そう思います、稲川。けれどそれを語っていいのは勝者だけなんです。それが理解できないなんて愚かとしか言いようがありません。マナちゃん、それは違うよ。勝ってから喋りなさいとそう言っているんです。リンカ、リブレイターを任せる。感情を抑えられそうにない。だが憎しみで刃を振るうべきではないのも分かってる。そうだね、私がやるよ。話は終わった。まさか高三の相談をしてたなんて言わないわよね。勝ち負けなんてどうでもいいんだけど、勝たなきゃマナちゃんやバイオラちゃんとお話できないって言うなら勝つしかないよね。本気で言ってるの、それともやっぱりおバカなの。本気だよマナ、あなたに任せるわ。1分で終わらせなさい。あそこまで好き放題言われてまさか負けるなんてありえないわよね。
行くよ、ももちゃん。ああ。ウサギさん可愛いでしょ。先が思いやられるな。大丈夫、しっかりやるよ。バイオラさん、よろしくお願いします。ええ、よろしく。足の元にはなりません。よっ、てん、本当に最近ろくなことがないわ。小春は私の方を見向きもしないし、近くに寄ってくるのはアホに雑魚にお馬鹿ばかり。反省しなければね。観察を怠るべきではなかった。バイオラさん、私は。まあな、あなたのせいではないわ。あなたは十分役に立ったし、この先も役に立ってもらわなくては。それにちょっと面白いものも見ることができたことだし、これで終わりではないんでしょう。まあな、きちんと後始末をつけなさいな。は、はい。私の出番はここまでね。神楽坂凛花と九頭竜、そしてアホの妹、覚えておいてあげる。じゃあね。アドレス帳に神楽坂蘭花と追加しておきなさいよね。誰がアホの妹だっつの。もう、ちょっとは分かってもらえたのかな、バイオラちゃんに。少なくとも無視できないくらいには近づけたらしい。稲川、お前はどうなんだ。私は負けていません。今回はバイオラさんが手を抜いたからです。だそうだが、
なるほどね。負け犬の遠吠えってのはこういう風に聞こえるんだ。ランカちゃん、そんなこと言っちゃダメだよ。一番ショックを受けてるのはマナちゃんなんだから。お姉ちゃんが一番ひどいよ。では話を進めましょうか。バイオラさんにも言われたことですし。何の話？忘れたんですか？これはゴーザンゼ先生への挑戦権をかけた戦いです。ああ、おお、そういえばそうだったな。こんな人たちに負けたなんて自分が情けなくなります。でも約束は約束ですから、私が責任を持ってゴーザンゼ先生との対戦をセッティングします。それはやっぱりお姉ちゃんと私じゃなくてお姉ちゃんとクズリュウだよね。それはそうでしょう。そうでなければ私もバイオラさんだって納得できません。やっぱりクズリュウにお姉ちゃんのパートナーを譲るんじゃなかった。失敗したな。私も先生と戦いたかったな。ポイントも惜しかったよ。ねえクズリュウ、もしクズリュウが先生に勝ったらポイントを半分くれない？ランカ、なんていうかお前はすごく残念だな。そう、私の残念な気持ち分かってくれる？本当に残念だ。バルキリードライブ。進める。開始5分前に着くとはいい心がけね。ちゃんと休息と補給はできたかしら？はい、お気遣いありがとうございます。気力も体力も十分です。勢い余って殺してしまったらその時はすまん。二人とも元気ね。ええ、それでよろしくてよ。私も本気を出します。バイオラが来ているな。え、どこに？稲川も一緒だろ。気配を感じる。高みの見物のつもりだろうが気にすることはない。そうだね、精一杯やるだけだもんね。リンカ、私がリブレイターになってもいいか？理由を聞いてもいい？私は知りたい。ランカや満腹丸、それにリンカがどれほどの力を私にくれたのか。リンカ、お前のためにどこまで強くなれるのか私は知りたい。そんな風に言われたら断れないでしょ。すまない。いいよ、ももちゃん、私を好きなように使って。ももちゃんのこと信じてるから。全力でぶつかってきなさい。全力でねじ伏せてあげます。力をくれ、リンカ。行くぞ、神楽坂。うん、頑張ろうね。ああ、負けるわけにはいかない。いくらでも相手になる。50コンビ突破。
脚本で突破。よし、ここかし。ドライブ力を借りる。いいよ。砕け刻め、倒れろ。次、倒れろ。物足りない。先輩くらえ、砕ける。倒れ、消えろ。旋風、はっ。旋風、伏せろ、はっ。よこっち、はっ。やっ、邪魔だ。伏せろ、終わり。ここか、ね、50コンボ突破。ドライブ神楽坂、殲滅を確認。終わりだ。いくらでも相手になる。刻む、倒れろ。伏せろ。ふっ、砕ける。伏せろ。覚悟、刻む。ふっ、終わり。邪魔だ。終わり。砕け、刻む。倒れろ。終わり。邪魔だ。覚悟。進める。失せろ。いくらでも相手になる。消えろ。終わり。よかった。もう50コンボ切った。覚悟、終わり。刻む、じゃん。もう少し、はっ。やっ、うせろ。刻む、うせろ。終わり。やっ、くらえ。邪魔だ。消えろ。刻め、はっ。
殺コンボ突破。旋風。進める。物足りない。戦闘刻む邪魔だ。砕ける。うせろ。刻む終わり。消えろ。砕ける。うせろ。ここ覚悟。終わり。やっ。消えろ。終わり。覚悟。進める。私を本気にさせてくれ。消えろ。うせろ。覚悟。刻む。終わり。進める。くらえ。旋風。いくらでも相手になる。邪魔だ。砕ける。はっ。刻む。はっ。倒れ。くらえ。消えろ。進める。終わり。いただく。さあ見せてあげましょう。真空の力の片鱗を。ヴァルキリードライブとは何か教えて差し上げますわ。ハッ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 
しら。お見事でした。まさか私の装甲を砕くとは。褒めて差し上げます。クズ竜モモ、それにカグナタカリンカ、両名を合格とし、相応の評価とビクニポイントを与えます。ゴーザンゼ先生、ありがとうございました。次は大徳さんとですね。あの方は私のように優しくはありませんよ。それではまるでゴーザンゼ先生が優しいみたいに聞こえる。悪い冗談だ。モモちゃん、私たち勝ったんだね。リンカ、スノー、ありがとう。こちらこそありがとう、モモちゃん。おい、リンカ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、どいて。お姉ちゃん、お姉ちゃん、どうしたの。起きて、ねえ、起きてよ。これくらい大丈夫よ、心配しないで、ランカちゃん。全然大丈夫じゃないじゃない。リンカ、どうした。しっかりしろ、ゴーザンゼ先生。VR ウイルスの活性化による一時的な副作用でしょう。ただひどく消耗しているようです。それほどまでにパートナーのために力を振り絞ったのですね。みんな大げさだな。あれ、ランカちゃんの顔がよく見えない。お姉ちゃん、目を開けて。起きて、起きてよ。そんなの嫌だよ。ほら、ここにいるよ。わかるよね、わかるよね。わかったんなら返事をしてよ、お姉ちゃん。すまなかった。私がもっと早くリンカの異変に気づいていれば。返してよ、お姉ちゃんの笑顔を返してよ、お姉ちゃんの声を返してよ、お姉ちゃんのぬくもりを返してよ。今すぐ返してよ。二人とも落ち着きなさい。リンカさんは疲れて眠っているだけです。
月影、どうしてここに。どうしてだっていいでしょう。救護班をここへ誘導します。今は救護班に任せるべきです。任せろって言われても任せられるわけないでしょ。私もついていくよ。あなたがいても何の役にも立ちません。医療行為の邪魔になるだけでしょ。でもお姉ちゃんが。応急処置が済んだらすぐに面会できるようにします。そうしたら彼女についていてあげて。あなたの笑顔を見ればリンカさんもきっと元気が出ます。うん、わかった。月影、お前のおかげで助かった。レオユ。それには及びません。仲間を助けるのは当然のことですから。リンカさんもあなたたちも脱落なんてさせません。神楽坂リンカ、特にあなたには。私たちの物語だ。